下条正雄下条正雄から1920年12月1日は幕末の米沢藩士、明治、大正期の海軍軍人、政治家、日本画家。最終階級は海軍主計大佐、貴族院直線議員、画号、桂谷、出羽国おいた国米沢で米沢藩士、下条藩兵の長男として生まれ、慶応2年6月、下城武兵の養子となり、 家徳を相続。明治2年12月県相続人間。1873年以降、海軍消費書、同大秘書、同省書記官、同主計省官、同正しがい部次官、横須賀陳樹府会計監督部長、佐世保陳樹府主計部長、海軍主計学校長、海軍部内の諸課長、海軍主計大元等を歴任し、1893年5月予備役に編入。 1919年9月23日、海軍部官官会票の改正により、予備役海軍主計大佐となる。1897年12月23日、貴族院直選議員に任じられ、沢会に属して活動を死去するまで在任した。その他、臨時博覧会監査官、第5海内国官業博覧会表議員、東京提出博物館表議員、 東京古書装飾品取調委員、日本大博覧会評議員、日英博覧会評議員、議員建築準備委員会臨時委員、臨時博覧会評議員などを務めた。1920年12月、東京市麹町区元園町の自宅で療養中に死去した。米沢繁栄氏、目がたくも川に学び、上京して単野京狩野に入門し狩野葉を学び、大和へ、 漫画なども描いた。1875年、カノモトムチュラと古書が鑑賞会を起こす。1879年、留置会の結成に参加。1882年、第1回内国会画共進会で審査員となり。1883年、パリ第1回日本美術従覧会にブドウニリスズを出品。1887年、 留置会が日本美術協会と解消し、1888年に開催した第1回新古美術展覧会の審査委員長となる。1898年に結成された日本画会の名誉会員となる。1904年、セントルイス万国博覧会で金牌を受賞。1907年、文展解説に際して、それに対抗して、政党同士会を結成し、 第一回転の審査長を務めるなど、伝統絵画の保存を重視する旧派の指導者であった。下条桂谷に関するカテゴリー。ありがとうございます。